はい。それでは、規定と次元ということについて解説をしていきたいと思います。はい。まず、規定と次元の概念をざっくりと説明していきましょう。空間の平面を使って説明していきます。平面 X y Z、xyz、xy-z イコール0。このような空間における平面を考えます。この平面は部分空間になっているわけですけども、このようなパラメータ表示を持つということでした。 で、このパラメータ表示ですけれども、一つの主張はですね、これは、この部分空間 W が -110 と -101 の二つのベクトルの一時結合でかけていると、つまり生成されているということを主張しています。もう一つは、W の原の一時結合表記が一時的であるということが言えます。つまり、すべての W のベクトルは、 st というのが存在するんですけども、その存在は一位的であって一通りに定まると。こういう状況になっています。はい。つまり、この st 二つのパラメータで w が座標付けできています。つまり、この平面上にある人が、ある人に道を尋ねたときに、ここへ行きたいんですけど、と言われたら、-110 方向に、これこれだけ進んで、-101 方向にこれこれ,これだけ進みなさいと。 という道の教え方ができるわけですね。はい。で、その二つの数値を教えてもらえれば、間違いなくその場所に到達できるということになります。はい。ここでこの二つ方向があるということで、これが二次元ということの、まあ、一応正確な表現になっているわけですね。二つのパラメーターで W が座標付け、座,座標付けできるっていう二つというのが二次元ということですね。 はい。で、ここでですね、この UV の順序が大事ですね。マイナス110方向に5を行って、マイナス101方向に7行きなさいっていうのを逆に言っちゃうとですね、数値を間違えると違うところに行ってしまいますけども。ですから、この UV という、まあ、順序付きの組み合わせ。これが座標付きを与えていると。これが、まあ、あの、規定というものの、ま、一つの最初のまあイメージですね。 で、補足なんですけれども、今後この規定を正確に定義していく上において、えー、まあ、教科書等ではですね、あまり使われない表現なんですけれども、えー、っと、だいぶ後になってですね、正規直行形という表現があります。この形という表現なんですけれども、ここではですね、えー、集合なんですが、順序付けられた集合と、順序付きの集合、あるいは順序付きの組のような意味で使うことにします。まあ、英語で言うとシステム。 というふうな表現になると思うんですが、この順序組、あるいは K というのを順序付きの集合と考えて、便宜上集合の記号、中括弧の代わりにブラケットを用いて、これは順序を付けた集合ですよ、というふうな意味合いで使います。ですから、123と231は集合として同じなんですけれども、順序が違うので一応異なると。まあ、順列だと思ってもらって結構ですね。 ただ、まあ、異なる順列というですね、集合ですから、同じものは同じ弦と考えられますので、1123とか1321というようなものはないわけですけれども、と実際にはですね、このベクトルの組というときは同じものは出てくることがあるので、ちょっとそういう意味では完全に集合と考えるのにはちょっと不都合があるんですけれども、まあたいそういうものというふうにして考えます。 で、ですから基本的には集合の記号を流用して、まあこういう記号ですね。まあこういう表現はほとんどまず使いませんけれども、一応こういう xy という2つのベクトルの組みを v の、まあ、要素から取ってくるという意味合いで、まあこういうふうな表現は一応、えー、ちょっとだいぶ乱暴な書き方なんですけれども、使うことにします。まあとにかく、まあ、えっと、こういうふうに書いてやったら、あるいは、えっと、v の弦の組みとか順序、あの、k と書いてやったら、 まあ順序付きの順序、順列なんだな、というですね。重複はあるかもしれません。ということで、ちょっと集合とはですねあのこ、えっと、混乱するかもしれませんけども、集合とは違いますので、そこだけちょっと注意してください。はい。では、規定と次元の概念をもう少し詳しく見ておきましょう。えっと、このベクトル空間 V があってですね、その中の部分集合があるときに、まあ、この集合がですね、一時独立であると。 いうことを考えますで。一時独立である場合には、その一時独立なベクトルたちで生成されるベクトルっていうのは、当然一時結合で書けるわけですけれども、その係数はですね、一時的なわけですよね。はい。これは、あの、やりました。一時独立性のところでやりました。はい。で、つまり先ほどのようにですね、平面 π があると π イコール sa プラス tb と、まあこれ原点を取る平面ですけれども、このように書くことはできると。 はい。で、この st が一時的にかける、一時的に存在して、こういうふうに書けますよ、ということですね。はい。図で書くとこんなイメージですけれども、s が一位従属だとこの一位性がないので、例えばこういう r2 のベクトルを100111という3つのベクトルで表されるし方はいっぱいあるわけでした。一位性がなくなるわけですね。ということで座標付けを100111の3つのベクトルでするということはできないわけです。 ですね。はい。ということで、えー、まとめとしては、一時独立で生成している、一時独立なベクトルで生成されるベクトル部分空間の弦っていうのは、その一時、えー、係数ですね。えー、一次結合の係数が一時的な形で書くことができますと。はい。このように、一時独立な生成、係があると、ベクトル空間の座標付けが定義できるということが、まあ、この規定ですね。まさしくこれが規定なんですけれども、 そしてこの数 M 項という M がこれが次元ということになります。まあこれでほぼ定義できているんだけれども、まあ一応規定の定義を正確にもう一度やっておくと、定義はベクトル空間 V のベクトルの K、順序も考えた組っていうのを考えたときに、この S イコール V1 から VM という K が V の規定であるというのは、一つには V が S, S によって生成されると。S は V を生成すると。そして S の源は一時独立であるということですね。 まあ、一時独立という概念は順序は無関係ですし、生成するという概念も順序は無関係ですけれども、ですから、V1、V2、VM が規定であれば、その順序を入れ替えたものも全て規定になります。えー、この一時独立性と生成するという条件には順序無関係ですので、規定が1個あるとその規定を並べ替えたもの。だから M 個あると M の階上を通り少なくても規定があるわけですね。まあ、実際にはもっとたくさん無限にあるわけですけれども、えー、規定っていうのは、まあ、そういう取り方の自由度がありますけれども、 順序が違うものは集合として同じでも違う規定と考えると。これは、あの、今後ですね、座標という、先ほども言いましたけれども、座標付けの座標というのを考えたときに、当然座標が変わってしまいますので、規定はあくまでも順序が違えば違うものというふうに考えますと。はい。で、RN ですね。例えば、この E1E2...en。これはもちろん基本ベクトルですね。これは基本ベクトルになりますけれども、E1 は 10,...0 とこういうやですね。あら これね。これ1から en は標準規定と言われる規定になります。はい。で、これもちろん、あの、順序重要ですね。これ1から en と並べたものを、この順序に並べたものを標準規定というわけですね。はい。で、まあ、標準。まあ、一番標準的なので、座標がですね、そのまま、一時結合の係数になりますから、まあ、標準と言っていいだろうということで、標準規定と。 それに対して pnk の 1x...x の n 乗というのはこれも規定になるわけですけれども、まあこれは標準規定とは言わないわけですね。えー、なぜかというと、まあこれ xn 乗、xn-1 乗 ...x1 という順序を逆にしてもですね、なんかこれ、こっちの方が標準だという人もいそうですよね。はい。だこれとこれはどっちが標準かということは言えないので、えー、まあ数ベクトルの場合はこの001から始めて、 一0 0が標準だという人は、まあまあいないわけですね。えっ、ー、と、順序をわざわざ逆にしてしまうことになりますから、これはいないわけですけれども、えっ、ー、と、多項式の場合は、小べきの順、小べきの順っていう、まあ順序が人によって、あるいは場合によって違いますから、まあもちろんやってることは一緒なんですけれども、そういうことで標準規定という言い方は、えー、しません。はい。ということで、まあ標準規定という言い方はできないということですね。 それからですね、r2 の2つのベクトル1123というのを取ってくると、これは規定になります。えなぜならば、2の xy っていうのはこのように、3x-2y の11たす -x たす yy の23と書けます。ですから、これはあの、r2 はこの2つのベクトルで生成されるということなんですね。で、しかも、この c 倍の11たす d 倍の23イコール00を解くと、これは容易にわかるように、c たす 2d と、 c たす 3d が0ですから、まあ、0、えっと、c コール d コール0となってですね、まあ、一時独立ということになります。はい。それでは、規定の定義の、お先ほどの例として、特に部分空間の場合の例を説明していきましょう。えまず、数列の場合をちょっとやってみま、やっておきましょう。数列の場合に、この ak という数列全体の中で、このように、フィボナッチ数列と同じ全化式を満たす、 数列全体のなすベクトル空間というのを以前考えました。この部分空間の弦として、初項が1、第二項が0と、1、0でスタートするものと、0、1スタートするものと。この二つの数列を取ってくると、この二つの弦が規定になって、組が規定になっています。まあ、実際ですね、x をこの u の2の要素とするときに、 この X の C1、C2 という、まあ、初項と第二項ですね、を使って、このような形でかけたわけですね。で、しかもですね、この C1、A1、C2、A2 が0ということは、つまり、第1項と第2項が0ということですから、まあ、これは一時独立ということがわかります。まあ、このようにですね、A1、A2 という二つの数列はですね、規定になっているわけですね。 それから、平面の場合に、これはまあ、規定の概念の説明のところでもやったようにですね、これは実際、02と013という2つのベクトルのパラメータ表示ができるわけですけれども、これは規定になっていると。まあ、他にもですね、例えば115、025っていうのでもですね、これ実はまあ規定になるわけですね。まあ、こういうふうにして、えー、つまりこの平面上の平行でない2つのベクトルを取ってくると、まあ、気化的な、あまあ、直感的にわかるように、えー、その、 要するに方向を2つ指定すれば、0でない2つのベクトルを指定すれば、この平面に平行でさえあればですね、2の平面上のベクトル、平面に平行なベクトルはすべて、この一次結合でかけるわけです。しかも一時的にかけるということで規定になるわけですが、例えば102っていうのはこれは規定ではないわけですね。1個だけですね。これ1個だけだと102方向しかないわけですね。まあ、この平面全体を表すのにですね、この、 例えば東西の通りだけではですね、いけないと。直線的な方向しかいけないので、これは表せないと。つまりこれは生成と一時独立性の2つの定義の条件で言うと、1番がダメで2番が丸ということになります。それから10220ゼロですけども、これも同じようにですね、これえっと2つあるんですけども、2つのベクトルが平行なので、これは規定ではありません。この場合は生成もしないし、一時独立でもないということで、これは まあ、規定ではないわけですね。それから、102と115と217と3つベクトルがありましたと。まあ、これ3つあれば、えっと、生成はするんですけれども、この3つのうちの、えっと、座標の指定の仕方が一時的に定まらない。つまり一時独自じゃないんですね。ですから、これは規定ではありません。はい。ま、あとでですね、この、これはまあ、いわば方程式の解のなす部分空間なんですけれども、これについては後で、えー、もう少し後半の方で詳しく、 一般の政治連立一方程式の解のなす集合、分集合ということで見ていきたいと思います。はい、それでは規定の定義の例題に行きましょう。まず、次のベクトルの組 K は U イコール、これこれ、3X-Y-2Z イコール0という平面ですね、の規定になるか、二つの定義の条件に照らし合わせて確認して考えなさい、ということですね。 はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それでは解説をしていきましょう。まず1番ですけれども、3つありますね。この3つのベクトルの組みは、規定ではありません、まあ。生成はするんですね。130と0にマイナス1。この2つで十分もう生成していますが、15マイナス1という余分なものはくっついていますので、 これは一時従属ということになります。ですから、あ規定ではありません。2番目は、あこれは規定です。これは、あの、パラメータ表示を与えることは、これでできますね。えー、まあ、普通に、まあ、あの、0、えっと、1、この平面に平行な2つの平行で、互いに平行でないベクトルになっていますと。で、3番は規定ではありません。これは130260。先ほどもありましたけども、同じ方向に向いている。2つあるからいいというものではないということですね。 はい。で、生成もしないし、一時中毒であるということで、規定ではない。4番は一時独立なんですけれども、生成しないのでダメですと。最後の5番ですけど、5番はですね、えっと、これは2つのベクトルで、まあ、平行で,でないということで、これは生成しますと。 ま、実際一応その形式的にその2番でやった13002-1の一時結合でかけたりしますので、これは13002-1を作ることはできますので、生成しますし、一時独立であることは、2つの場合一時独立かどうかっていうのは一方が一方のスカラ倍でないと。ま、幾何的なベクトルとして考えた場合は平行でないということでわかりますので、これは規定であるということがわかります。はい、もう一つ例題をやっておきましょう。 はい、問題はですね、多項式の場合ですね。多項式の場合に F0 と F1 両方とも0ロという条件を課した3次下の多項式のなすベクトル空間の部分空間について次の各ベクトルの計が規定であるかどうかを答えなさいということですね。はい、それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説をしていきましょう。まずですね、この、この空間、どういう空間かということをちょっと考えてみましょう。F0 と F1 が0なんですから、これは、要するに、こういう形してるんですね。Fx イコール x、x、x-1、F1、x とえ。なぜならば、まあ、F0 イコール0ということは、つまり、x で割り切れる。定数項がないということですけども、えー、まあ、因数定理ですね。ここでやったら因数定理から、x で割り切れると。1で、1が0になるということは、x-1、1 を因子に持つということですから、ですから、x と x-1 で割り切れると。で、これは、あの、3次以下の空間で考えていますから、この段階ですでに、x、x-1 で割れるといった段階で二次式になっていますので、これに、まあ、一次以下の多項式をかけたものはすべて、この条件を満たすということになりますので、つまり、一般形としてですね、この x, x、x-1×ax プラス b という形になります。 で、1番なんですけども、x 二乗マイナス x は、これは x カッコ x マイナス1ですから、かける1ということで、もちろんこの u に入っているわけですけれども、ただしですね、あの、x 三乗、x 三乗マイナス x 二乗のような三次式を表すことができません。1個だけね。ですから、これは、生成しないので、規定ではありません。はい。2番は、2つあるんですけれども、この2つともですね、えっと、 あの、一方の一方のスカラ倍ですね。えー、x30-x の2倍が 2x30-2x という形になっていますから、一時従属ですと。で、1個しかありませんので、この、まあ、例えば x2-x というのは表すことができないわけですね。なので、これは規定ではありません。で、3番は、あこれは規定になりますと。実際、この a 括弧コ xx-1 と b 括弧 x3 乗 -x2 乗というのを計算するとですね、 これは x x、あの、x かっこ x く1の a たす bx という形になるわけですね。つまり、これはもう本当にその一般形の形を全て表すことができますので、これは生成します。しかも、一時独立であることもすぐにわかりますので、これは規定であるということになります。はい。4番については、これは生成します。先ほどの3番で出てきたベクトルを、まあ、含んではいないですけども、えっと、これはちょっと違うバージョンですけども、 えっと、これはですね、x3 乗マイナス1と x2 乗マイナス x がありますから、まあ、例えばこれから、これを引いてやると、これからこれを引いてやると、これが出てきますので、えっと、ま、生成はするんですね。ただ、この最初の2つがですね、これ符号を入れ替えただけの x 乗マイナス x と x マイナス x 乗ということなので、生成はするんですけども、一時独立性が、まあ、余分なものが入っちゃっているので、これは規定ではありません、ということになります。 で最後の5番は、これは規定ですと。これは、あの、x ス -x と x、これ先ほどの4番のこれとこれだけを、まあ、これを削除したものになっていますので、まあ、4番の生成条件を満たしつつ、ちゃんとその一時従属な、えー、原因になっていた余分な他のベクトルで表せるもの。もちろん、どっちを、こう、この2つのどっちを除いてもいいわけですけども、まあ、こっちを除いたわけですけども、それで得られたものですから、一時独立。 ということで、これは、規定になります。ということですね。はい。えー、ということですね。PHR は、この1と X 足す1で PHR が、えー、生成されると。まあ、要は1、1と1足す X が PHR の規定になっているということが、そのまま、XX1 をかけて、この空間の規定になるという状態になっています。はい。それでは、次元の定義をしていきましょう。冒頭の概念のところで、規定と次元の概念ということで、次元のお話をしましたけれども、 次元の定義は非常に簡単で、このベクトル空間の規定が存在するときに、まあ存在するんですけども、取れるときに、この規定ですね、規定の要素の数ですね、D 個ありますと。まあ、当然この場合規定だというときは一時独立ですから、まあ長空があったりはしないわけですけれども、この V1 から VD のベクトルの組の個数ですね、この D のことを V の次元というふうに言いますと。 で、例えば R3 は標準規定123を持ちますから次元は3ということになります。同様に一般に N 次元数ベクトル空間。と、まあ、前期の内容として RN のことを N 次元数ベクトル空間と実は呼んでいたんですけども、ここで言った次元というときは、まあ、ただ単にこう名称として N 次元というふうに言っていたわけですが、ここで、まあ、 あの、ちゃんと、この本来のこの次元の定義に照らし合わせたときにも、きちんとこれは N 次元であるということが確認できたので、まあ、名前に偽りはないということがわかるわけですね。はい。で、えっと、W、このような部分空間を考えると、X たす Y たす Z イコール0というような、まあ、平面ですね、原点を通る平面を考えると、これはこの2つのベクトルを規定に持ちますから、これは二次元ということになります。ですから、我々平面のことを二次元と呼んでいますけれども、この線形代数の用語として、 もちゃんとその二次元というふうになっています。はい。これ PNR なんですけども、NG 以下の多項式全体というのは、これは1から X の N 乗ですね。の全部でこれいくつありますかこれが規定になっていることは明らかですね。はい。これ全部で N たす1個あるんですね。ですから次元はですね、N たす1です。ということで、これ、あの、ここ別に R でなくてよかったんですけど、<laughs> この次元はですね、えー、pnk の次元は n ではありません。ですね。これよくあの、間違える人がいてですね、pnk の次元は n 次元と。まあ確かに rn とか kn って言った n 次元数ベクトル空間の場合は n 次元なんですけども、pnk は n 次以下なので、0次から n 字までの項がありますので、全部で n たす1個規定があるわけですね。規定の弦があるわけですね。ということで、えー、n たす1次元ということになります。 はいそれでは次元の定義の例題をやってみましょう次の各ベクトル空間あるいは部分空間の次元を答えなさいということで はい。それでは解説していきましょう。1番ですけれども、1番は E1 と E3 と E5 の3つのベクトルで生成される、K5、5次元数ベクトル空間の部分空間ですね。これの次元は何ですかと。はい。これは、基本ベクトルなので、基本ベクトルの組みのまあ一部ですね。一次独立な弦の一部は一次独立ですから、これは当然一次独立です。 ですから、これは規定となりますので、これ自身がもう規定になってますね。生成はもちろん、これしてる、生成している部分空間を考えているわけですから、生成条件はもう言うまでもないわけですけども、一時独立性も満たしていますので、これは三次元ということになります。2番ですけれども、2番は X と x 乗と X4 乗までは、この3つで考えると一時独立なんですが、X たす x 乗というのが入っていますので、それを除いてしまえば、 ま、生成する空間としては変わらずに一位独立性が確保できますから、この三つのベクトルで生成されるを規定に持つ部分空間。ということで、これは三次元ということになります。最後の三番ですけども、三番は先ほどもやったようにですね、F0 イコール0ということは、ま、定数項が0ということで、規定として X, X、X2 乗、X3 乗、X4 乗という四つのベクトル、まあ、をですね、 持ちますので、4つのベクトルからなる規定を持ちますので、4次元ということになります。はい、それではもう一つ次の例題に行きますけれども、この例題はですね、次元の定義の中でですね、えー、規定の個数を次元というというのがありました。でここで重要なことが一つ抜け落ちているんですね。何かというと、え規定の弦の数っていうのは、じゃあ一定なのかということを皆さん気になったでしょうか。えー、これが問題ですよね。 えっと、ある規定、規定というのは非常に無限に組み合わせがあるわけですけども、いろ,いろ無限の組の規定が取れるわけですけども、どの規定もですね、個数が一定であれば問題ないんですけども、ある規定を取ると個数が7個で、ある規定を取ると個数が8個だとですね、7次元と言っていいのか8次元と言っていいのか分からないですよね。そういうことがあっては困るわけです。まあ、当然そういうことはないわけなんですけども、そのことをちょっと確認しましょうというのがこの問題です。はい、すなわち、V の ベクトル空間としてですね、V の部分集合 ST、有限集合があって、S の弦の数の方が T の弦の数より大きいとするときですね、そうすると S が T で生成される部分空間に含まれるならば、S は一時従属であるっていう性質を、この生成する部分空間のところでやりました。はい。このことを用いて、次の命題を示しなさいと。ST がいずれも規定であれば、ST の ベクトルのコスですね。st の要素の数は同じであるということを示しなさい。こういうことですね。はい。この命題が示せると次元の定義がスッキリするということになります。それではこのヒントを参考にですね、ちょっと自分で証明を考えてみてください。はい。それでは解説していきましょう。このヒントにあることをですね、素直に使っていきましょう。 えっと、s の要素の数を m 個、t の要素の数を n 個としましょうと。で、st がいずれも規定であるとしましょうと。まあ、今示したいのは m イコール n ということですね。m イコール n を示したい。はい。で、そこでですね、えっと、m 小なり n と仮定します。m イコール n を示したいんですけども、まあ、仮に m が n より小さいと仮定しましょう。ということですね。まあ、m 乗って n と仮定するんじゃなくて、m 小なり、まあ、not だとするとどっちかに大小関係あるわけなので、 ま、仮に M 小なり N と仮定しましょうと。そうするとですね、えっと t がですね、まず、え、st ともに v の規定ですから、t は当然 v の部分集合なので、要素なので、s で生成される s の一時結合でかける n 個のベクトルということになります。ところが、s の要素の数は m 個で、t の要素の数は n 個ですね。n 個なので、n 個の方が今 m より大きいとしているわけですから、これは t が一時従属と、 ということになります。ところが t は規定なので、えー、規定というのは何かというと、一時独立だと言ってるわけですから、これは当然、一時独立でないといけないのに、従属になってしまうと困りますので、これは矛盾ですと。はい。この記号は、えー、と矛盾を表すときに使います。はい。衝突しちゃってるわけですね。えー、ならば、t の一時独立性って言ってないけど、t は一時従属だと言ってるので、ここで衝突するので、矛盾が生じているので、これは何が原因かというと、m 小なり n としたことが原因ですので、 M は N 以上ということになります。はい。ということで、まあ、こう、まあ、矛盾の記号の説明をしましたけども、こういうことですね。はい。で、今ですね、これ、まあ、M 小なり N としましたけれども、まあ、これは、まあ、ST の立場を入れ替えて、あるいは、まあ、要するに M 大なり N と仮定すれば、やっぱり矛盾しますので、結局、まあ、N は M 以上であるということになります。まあ、同じことですね。 はい。ということで、えー、これは m イコール n ということですね。つまり m は n 以上であり、かつ n は m 以上。こういう条件を2つともちゃんと満たすのは当然等しい場合に限りますので、えー、つまり等しいということが言えました。はい。ということで、えー、規定を構成するベクトルの数は一定なので、えー、次元が定義できるということはこれであの、担保されました。 はい。このようにですね、上の命題が証明できて初めて次元が定義されることになるわけですが、このように定義が矛盾なくできるということを、ウェルディファインドであるというふうに呼びます。つまり、これは、あの、この命題は、例題は、次元のウェルディファインド性を示しなさいという問題になるわけですね。はい。それでは、規定の同詞条件ということで、えー、規定の条件はもちろん、生成すると一時独立という、まあ、二つだけですけども、二つの条件だったわけですけども、 この条件をいくつかちょっと言い換えをしていこうということですね。はい。えー、あるベクトルの組ということに変わりないですけど、あるベクトルの組が規定であるためには、以下が必要十分であるという条件、同時な言い換えをですね、3つほどこれからやっていきたいと思います。まず1つ目ですけども、S が V の規定であるということは、S のは V の極小生成形であると。なんか難しそうな言葉が出てきましたけど、まあ、要するにこれは、あの、生成するベクトル空間のところでもやったようにですね、 生成するベクトルに余分なものがあると困るんだけども、これ以上どんどん減らしていくと、余分なものがあったら減らせばいいわけですね。除去するっていうことをすればいいわけですね。除去して、除去して、除去していくと、いずれは除去できなくなるはずですね。ずっと除去し続けたら、あの、なくなっちゃいますから、それはないんですね。なので、えー、V の極小生成形であるということですね。はい。なくなってしまうと空手語になるわけですけど、ちなみにですね、ちょっと一つ言い忘れたことがありましたけども、 えー、ゼロベクトル空間ですね。ゼロだけからなる自明な部分空間、もしくはベクトル空間っていうのは、これは規定はですね、空集合というふうに考えます。空集合ですね。はい。何もないベクトルたちから得られるものはゼロベクトルだけですね。ゼロベクトルも必ずありますので、えー、規定が空集合ということに対応します。はい。で、えー、V の極小生成 V は極小生成績であるということは、つまり、えっと、覗いていってもですね、V のがゼロ空間でなければですね、 え、どこかで止まらないとですね、ゼロ空間になっちゃいますので、えー、そんなことはないはずなので、えー、どっかで止めなき、止まる、止まりますね。ということで、これ以上小、あの、生成するベクトルを取れなくなったところが、それが、すなわち規定ですよと。こういうことですね。ということで、これをちょっと証明してみましょう。はい。これは問題ではないので説明していきます。はい。で、今言ったことをですね、ちょっと一応記号で書くとですね、V は S で生成されるけど、 S, S のどんな新部分集合でも、S からなんか、本当に要素を取り去ったような部分集合を考えると、V は T では生成できないよっていうことですね。はい。まあ、記号で書くと難しそう,う,うに見えますけど、要するにそういうことです。はい。まあ、V は、V を生成するのに S から弦を除けない状態になるということが、S は V の規定である。ということですね。まあ、それをま、極小生成形という、ちょっとまあ、えー、故郷同士の表現でしているだけのことですね。 はい。証明ですけれども、S を規定としましょうと。これは、あの、左から右ですね。規定としたときに極小生成績である。こっちからこっちを示しましょうと。まあ、同時性を示すときは、まあ、左から右、右から左ということで、この二つの方向をしあの証明する必要があります。どっちか一方は当たり前ってこともあるんですけども、今の場合一応、両方とも証明していきます。S を規定としましょうと。で、S が V の極小生成形であることを示すために、 ま、仮にですね、えっと、けるとこうするわけですね。X、S の弦 X で、えぇ、ー、S から X を除いても V が生成されちゃうよということが言えたとしましょうと。そうするとですね、S の弦の個数は、S から X を除いた集合の個数よりも大きいわけですね。まあ、一個、ちょうど一つ多いわけですね。ですから、これは S は一時従属ということになってしまいます。ですね。これは先ほども出てきましたけれども、ということはこれ困りますね。 はい。ということで、これ S は規定っていうことは一時独立なんで、そんなことはできるはずがないのでえ、つまり S はこれ以上除けないということになります。ということで S は極小生成形。はい。簡単ですね。はい。もう一つ逆方向ですね。今度は逆に S が極小生成形のとき S が一時独立であることを示せばよいと。まあ、極小生成形の生成形ということは、つまり S がもうすでに V を生成しているという条件は入っているので、規定の条件のうちの一時独立性はと示せばいいと。 こういうことですね。で、えっと、もしも S が一時従属であると仮定すると、えっと、X の、なんか S の弦 X で、S、X 以外の弦で、S の、X 以外の弦で、X の一時結合をかけるということですね。これ一時従属性の同値条件ということで言えました。なので、えっと、S から X を除いたものの生成する空間は、X を結局含んでいるものと一緒ですから、これは S の生成する空間 V と一緒ということですね。 で、これはどういうことかというと、S は極小生成系じゃないと。V を生成するために X は除けますと言ってるわけですから、もうこれ完全に極小性に反映しますね。ということで、これは除けると仮定したことが原因ですから、S は、つまり一時従属であるという仮定したことが原因ですから、これは一時独立であるということで、規定であるということがわかりました。 それではもう一つ、規定の同値条件2ですけども、今度はですね、V が、V の規定であるということと、V の極大値独立系、今度は極大という言葉でできましたね。これ極大値独立系も大体わかると思いますけれども、要するに値独立なものっていうのは、ベクトル、最初はゼロでないベクトル1個取ってくると、これ値独立なんですね。はい。あの、R2 の部分空間を決定しろとか言った時にですね、あるいは R3 の部分空間を決定しろといった時に、1個ゼロでないベクトルを取ってきました。 そうすると、それで生成される空間があるわけですが、そこに入ってないベクトルをまた取ってくるというふうにやってきました。で、えー、それはつまりまあ、その最初に取ったベクトルと平行でないってことは、要するに一時独立なベクトルをと取ることはできたわけですけども、規定というのはですね、えー、もうこれ以上、ベクトルを追加すると、一時独立性がもう確保できなくなりますよと。えー、もうこれ以上増やすことはできません。一個でもなんか V のベクトルを追加すると、もう一時従属になってしまいますよと。 これ以上増やせませんと。これが極大一時独立系という表現になっているんですね。はい。つまり、今記号で書くと t が s を真に含むならば t は一時従属になっちゃいますよということになります。はい。まあ、s が一時独立かつ s を真に含むどのような集合も一時従属であれば s は規定であり逆も成り立つと。まあ、ちょっとこれ、あの、柔らかく言い換えただけです。同じことですね。はい。えっと、では、証明なんですけれども、 今ですね、S を規定として、T を S を真に含む集合とします。そうすると、T の弦の数は、S の弦の数より真に大きいわけですね。で、しかも、V が、S が V を生成していますから、T は S で生成される一結合、一時結合でかける S の要素より多いベクトルということになりますので、一時従属ということになります。まあ、あるいはもちろん、あの、 2の t の弦はすべて s の一時結合でかけているので、これは t, の t として考えた、えー、ときに t の要素があ、まあ、x を除く t の集合の一時結合でかけていると、まあ、いうことになりますから、まあ、どちらにしろまあ一時従属ということがわかります。したがってですね、極大一時独立系であるということがわかるわけですね。はい。で、逆なんですけれども s を極大一時独立系として v が s で生成されるということを示せばいいですね。 S, S はもうすでに一時独立なので、規定の条件である生成するという条件を示せばよろしいと。で、今仮に X を S の元、S に含まれない元とします。S の、S に含まれる元はもうすでにですね、S の一時結合でというか S の要素ですから、かけているので、まあそれはあの、確認する必要ないので、S の要素以外の元を V から取ってきます。はい。この X が S の一の一時結合でかけていれば OK なわけですね。 で、t を s と x の和集合とします。そうすると、これは、あの、x は s に含まれていないので、s を真に含む集合ですから、これは一時従属ということになります。ですね。で、ひじめな一時関係式、こう,いう一時関係式が存在するんですけれども、仮に p が0だと仮定するとですね、えー、この部分が0ということになります。とこの部分っていうのは、要するに s の弦の一時関係式になっているわけなんで、 それが、要するに P が、これひじめやな一時関係式があると言ってるわけですから、P が0ならば、この CV というこの係数たちですね。まあこれは V1 から VM だとすると、C1 から CM っていうのが0ではないということになりますけど、これはつまり S が一時従属だと言ってることになります。これは S の一時独立性に反しますので、そういうことはないわけですね。 なので、つまり p がノンゼロとゼロではないということになりますので、x についてこの式を解くことはできます。すなわち、こういうような形になります。でこれは何を言っているかというと、s の原の一時結合で x がかけると言っているわけですから、つまり2の v のベクトル、まあ、s の要素はもうすでにかけているので、s に含まれない v のベクトルも、s の要素の一時結合でかけますと言っているわけですから、これは、 S, s が v を生成するということを示したということになります。はい。それでは最後に規定の同値条件3ということで、次元がですね、まあ分かっているときに、規定を、条件を言い換えるということを考えます。まあ、あの、s の要素の数が d 個であると。すなわち、えっと、d がすでに分かっているときですね。v の規定が何か一つ見つかっていて、まあ d 次元であるということが分かっているときに、 D 個の要素が規定かどうかということを判定したいと。でその場合ですね、えーまあ、規定の条件はもちろん一時独立かつ V を生成するということなんですが、個数が D 個であるということが分かっていれば、一時独立か、あるいは生成するという条件か、どちらか一方ですね。まあ実際的には一時独立の方を確かめることが多いですけども、まあどちらかの条件を満たしていれば S は規定になりますよと。こういうことですね。 はい。つまり、次元が分かっているときに S が規定であるということは、S の要素の数が D 個であって、次元と等しくて一時独立である。あるいは、D、S の要素の数が D 個であって、S を生、あの、V を生成していると。まあ、これらが、あの、言い換えになっていると。こういうことになります。で、証明なんですけども、まあ、S が一時独立な場合の方を考えています。まず、V は D 個の弦で生成されるので、D プラス1個以上のベクトルは一時従属ということになりますね。 ですから S は極大一時独立系ということになります。つまり S は D 個の要素で、えー、一時独立なわけですけれども、これに何かこう、1個でも何かベクトルをですね、新たなあの S の要素以外のベクトル、まあ、S の要素でもいいんですけど、まあ、何かベクトル1個加えてしまうと、それはえっと D プラス1個以上、あ、S の要素じゃダメですね、S に含まれない何か、S を真にこう膨らませるとですね、えー、S の S に V の弦を1個を付け加えると、 S, s に含まれない要素を付け加えて、s と何か別1個の要素を加えた集合を考えると、全部で要素の数は d、d す1個になっちゃうんですね。そうするとこれは、あの、s が極大、あの、一時従属になりますから、なるということですから、つまり s は極大一時独立系だと言っているわけですで。先ほど言ったことからですね、あの、s は、あ が極大値独立系であるということと規定であることは必要十分なので、これは規定であるということがわかります。今度は生成する方の条件ですけども、まあ、B を仮に一組の規定ですね。まあ、g がわかっているわけですから、規定が一組、まあ、取れてるわけですね。D ここからなる規定が取れてると。で、もしも S が T を真に含んでいたとすると、いうふうにするとですね、そうすると T の要素の数よりも S の要素の数の方が多いので、えーまあ、B は一時従属ということになります。 はい。これは矛盾ですね。ということなので、S があ、S が、S の要素が、S の要素の数が D 個であって、V を生成している場合ですね。これは、あの、一時、えー、極小生成系ということになるわけですね。極小生成。まあ、これ以上 S から要素を除くと、V は生成できませんよと。まあ、もし除いて生成できちゃうと、それは D-1 個以下の弦から生成できるということになりますから、そうすると、それは、あの、 ま、D 次元ということに反するわけですね。ということで、ま、極小生成形であり、規定であるということがわかります。はい。ということで、このようにしてですね、えっと、規定であれば、当然、あもちろん規定であれば、まあ、以前やったようにですね、要素の数は D 個で一時独自ですし、要素の数は D 個で生成しますから、あの、逆の方の矢印は明らかなんですね。全部この場合は、すべて規定で、えー、あの、こ この状況を満たしていれば規定である。この状況を満たしていれば規定であるということを示したんですね。逆の方はどちらもこれは明らかなので、まあ、ここでは証明していませんけれども、まあ、えっ、ー、と、まあ、えっ、ーと,えー、と、必要十分条件になっているということになります。はい。えっ、ー、と、規定の同値条件、例題としてですね、えー、問題を考えて、次のような問題を考えていきます。 次の各 KS が U の規定であることを示しなさいということですね。U を R3、3次元として S をこのようなベクトルの組みとします。あるいは U をこのような、まあ、平面として、原点を通る平面として S をこのような2つのベクトルとします。はい。これが規定であることを示しなさい。えー、今の規定のどっち条件の話を使ってですね、ちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説をしていきます。まず一番なんですけれども、R3 はもちろん3次元だったわけですね。で、ですから、この S というのが3個のベクトルからなっていますから、これらが S を、R3 を生成しているか、もしくは、一位独立であるか、どちらかでいいですね。で、今の場合、まあ、生成しているというよりも、生成しているのも簡単なんですけれども、一位独立性を示す方がまあ早いので、一時独立性を示しています。 p, q, r を係数として、こう一時独立、一結合を考えてやると、この第三成分、z 成分が r で、y 成分が q たす r で、x 成分が p たす q たす r ですから、まあ、r イコール 0, q イコール 0, p イコール0と、芋ずる式に分かって、まあ、あの、生成していると、あ、生成、一時独立であるということが分かるわけですね。はい。従ってですね、問題の3つのベクトルからなる系は一時独立であり、r 3が3次元であることを使うと、規定であるということが分かります。ということですね。はい。 今度は2番ですね。2番は、u は、まあ、とにかく規定、こういう規定を持っている次,次元が2であるということは分かっているということですね。ですから、2次元であることは分かっていますから、マイナス121323で、このマイナス320とか201がかけるとか、そういうことをいちいち確かめる必要はなくて、マイナス121323が、この2つのベクトルが、えー、ここの u の要素であるということさえ確かめればですね、もうあの、これは、あの、 一時独立性は2個だけの部分けですが。2個の場合はあの一瞬で平行でないということで、一方が一方のスカラバでないということで分かりますので、これは一時独立性が分かっていますので、規定であるということが分かりますと。はい。それでは、開空間の規定ということで、もう少し具体的な問題を考えていきましょう。A を M×N 行列とします。 はい。まあ、m×n 行列、記号として一応こういう記号でえ書いておきますけれども、おまあ k、k を係数とする、k をせえ成分に持つ m×n 行列ですね。用語としてですね、えっと、w というのをですね、えー、kn のお部分空間で ax イコール0。まあ、もちろん ax イコール0という計算ができる時点で x は n 次元数ベクトルになるわけですけれども、えこれはあの部分空間になります。はい。これはまあ、部分空間になることは後で示しますけれども、 これを、まあ、ax イコール0の階空間というふうに言います。で、部分空間であることの証明ですけれども、xy をこの w の源だとしたときに、すなわち ax イコール ay イコール0としたときに、えー、a x プラス y というのを考えるとですね、まあ、つまり x たス y が w に入っていることを示したいんですけれども、a 確保 x たス y を計算すると分配法則がありますから、ax た ay となって、イコール0たす0で、イコール0。 まあ、エクサスバイは W の元ということになります。で、同様うううにですね、A 括弧 CX イコール C 括弧 AX イコールとなって、これもですね、C×0 で0と。すなわち、すなわちスカラバイ CX も W に入っていますから、ワトスカラバイについて閉じているということになります。ということで、えー、まあ、部分空間なんですけども、この回空間の規定をですね、えー、はどういうふうになるかということを、まあ、一般的に説明しておくと、 A をま、仮に B っていう飛躍階段行列に変形して、主成分。主成分というのは階段の段になっているところですね。こういうふうにして、こう、こうなって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 。1列目、2列目、5列目、7列目と。まあ、こういうふうになっているというときに、ここは1で、1で、1で、1で。あと、この下はずっと0と。まあ、飛躍階段ですから、こうですね。こんな感じになっていると。で、こういうふうな、ま、1、2、5、7っていうのは、例えばこう J、1、J、2、J、R だ。 というふうにするとですね。そうすると、えっと、で、残りのところですね。今のこの、それ以外のところを、まあ、i1 から it と、まあ、t は n-r としてやるとですね。そうすると、まあ、その xi1 から xit という t この変数の部分をですね、pk という p1 から pt という変数、パラメータに置くとですね、 そうすると、こういうパラメータ表示が得られるという話が前期にありました。政治連立一致方程式の解のパラメータ表示ですけども、この方法でパラメータ表示したら、この V1 から VT は、回空間の規定になっていますよと。もちろん回空間の規定、取り方は無限にあるわけですけども、一つのサンプルとしてこういうふうに取ることはできますよと。で、次元は N- ランク A、T なんですけども、N- ランク A、R ということになるわけですね。 はい。まあ、例として、例えば、B がこのような行列になったとしましょう。まあ、もちろん、表としたらこの下にまずっと0が続いているかもしれませんが、ここは下は0だとして、こういうふうになったとしましょう。で、これは7変数の連立一方程式で、ランクが3であるということで、まあ、回空間の次元は4になる。パラメータの数は4個であるということですけれども、この場合、こう、4つのベクトルがこういうふうに取れるわけですね。X2 を P1 と置くと。こう、X2 を P1 と置くと。それから、 x4 を p2 と置くという感じで、x5 を p3 と置く、x7 を p4 と置くということで、まあ、こういうふうに置いてやると、そうすると、これがまあ規定になっていると。そこから得られるパラメータですね。この形にこう変えたときに得られるベクトル、こうなるわけですね。そうすると、これは規定ですと。こういうことになります。 はい。で、えっと、この場合ですね、もちろん、生成条件っていうのは、こう、あるわけですけども、生成する、あの、パラメータ表示ができるという時点で、生成ができるということは、もう証明されているわけですね。で、さらに、えこの方法でやるとですね、容易にわかりますように、えっと、この P1 倍と P2 倍、こ一1位結合で足すとですね、この第2成分のところは、まあ、当然、この X2 が P ですから、P1 ですから、これ P1 はここしか出てこないので、 p1 とで。だから、この一次結合イコールこう0とこう置くとですね、p10, ここから p2 が0で、ここのこのところから p3 が0、この成分から p4 が0ということが出てきますので、つまり一次独立であるということも出てくるということで、えー、規定であるということがわかりますので、えー、規定、えー、次元、規定であって次元であるということが、次元がこうなるということがわかるということになります。<music> はい。では、例題ですね、えー。ちょっとやってみましょう。問題としては、このような行列があったときに、この行列 A に対する AX イコール0の解空間 W の、W っていうのはど、どういう数ベクトル空間の部分空間であって、また、規定と次元はどうなるかということを答えなさいと。こういう問題ですね。はい。それでは、ちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。まあ、えっと、A をですね、えー、A は6列の行列ですね。ですから、この方程式は6変数ということで、えー、6次元数ベクトル空間の部分空間になることがわかります。はい。ということで、K6 の部分空間であって、また A を行に関する基本変形で、飛躍階段行列にすると、このようになります。はい。計算はうまくできたでしょうか はい。ということで、この場合はですね、えっと、パラメータに置く変数は、x3 と x4 と x6 ですね。この3つの変数をパラメータに置く、p1、p2、p3 と置くことによって、パラメータ表示が得られて、その時に得られる、この6次元数ベクトル3つ、これが、あの、規定になります、ということですね。はい。解のパラメータ表示、これこれ得られ、規定になると。で、次元は3次元ですよ、と。 ということになります。まあ、先ほども説明したように、この、ですね。えっと、p1 の v1、p2 の v2、p3 の v、あ、ごめんなさい。p1 の x3、p、えー、あ、ちょ、p1 の v1、p2 の v2、p3 の v3 の第3成分、第4成分、第6成分を見ると、p1、p2、p3 ですから、それが0になるということは全部0ということで、一時独立性と、まあ、生成は、もちろんパラメータ表示は生成ということになるので、 規定であることはい。えっと、それでは、今度は生成される部分空間の規定に関して、例題をやっていきましょう、まあ。生成される部分空間の場合はもちろんこれはですね、あの、要するにいらないベクトルを除去していって、極小生成形にすればいいということですので、まあ、それを実際にですね、まあ、説明するというのも例題だけやっておけばいいので、例題で見ていきましょう。問題としてこのような3つの場合を考えてみます。 まず最初は R2 の部分空間 L で11と22で生成される部分空間。それから2番目は R3 で211と123で生成、035で生成される部分空間。それから3番は P2R、2次元、2次以下の多項式のなす3次元ベクトル空間の部分空間で1たす X、2たす 2X、1たす X 以上の3つで生成される部分空間。ということですね。 はい。では、これをちょっと考えてみてください。はい。それでは解説していきましょう。まず1番ですけれども、1番は11は一組の規定になりますね。えもちろん、こう、規定はえいくらでも取れるわけですけども、もちろんこれ1122、どちらか一方から選ぶ必要はもちろんありません。33でも44でも規定になります。 はい。1個のベクトルからなる組、まあ、組という感じじゃないですけども、1個のベクトルからなる、まあまあ、組ですね。えー、が、規定になります。もちろん00はダメですけれども、00以外の CC という形をしたものは全て規定になります。まあ、ただし、まあ、生成する部分空間の場合は、生成源から選ぶのは、まあ、自然なので、まあ、今後、まあ、そう、こういう問題の時は、一応、生成しているベクトルから選ぶということにしておきましょう。はい。2番ですね。この3つのベクトルを ABC とすると、 と、この三つのベクトルの間には何か関係があるかもしれない。一時独立であれば、この段階でこの三つのベクトルは規定になりますので、こ、えー、これで終わりですね。この三つのベクトルと。で、終わりなんですけど、その場合はですね、これ、あの、R3 と一致しますから、これ三次元ですからね、R3 はね。ですから、その場合は、えー、っと、この三つのベクトル規定なんですけども、もちろん、これの規定として、e、E1、E2、E3 が取れると言っても間違いではもちろんありません。間違いではないんですけども、 まあ、あのー、一時独立であれば一応この3つは一応規定になるわけですね。はい。ところがですね、この場合今、あのー、一時関係式が、ひじめな一時関係式がありまして、えー、PQR を1-2-1とするとあるので、えー、このような関係式になり立つので、まあ、C は除去できるということで、えー、AB は一時独立ということはまあすぐわかりますので、この AB っていうのが、この最初のこの2つですね、この2つで一応、 え、規定になると。で、もちろん、この、この関係式を見るとですね、B を AC で表したり、A を BC で表したりすることもできますので、BC とか AB を取っても、もちろんそれは規定になりますと。どの二つを取っても構いませんということになります。まあ、問題として、だから、あの、答えを一時的にするには、この生成するベクトルの中から、えっと、できるだけこう、まあ、左の方にあるベクトルを選びなさいとかいう言い方もありますけども、まあ、一応、ど、どのベクトルの組みを取っても、一応正解ということになります。 で3番目ですけども、3番目はですね、えー、1たす X と2たす 2X と1たす X 以上ということで、えー、この場合ですね、2たす 2X はもちろん1たす X の2倍ですので、まあ、こっちのは、これを除去するのは自然ということになります。で、残ったこの2つはもちろん一時独立ですので、これは規定ということになるわけですね。はい。で、1たす X と1たす X 以上は一時独立なので、これが規定ですということになります。したがって二次元。 はい。では、生成される部分空間の規定例題2としてですね、えー、っと、このような空間を考えましょう。まあ、B というのはこの K として、集合として111222011122ですね。この空間の規定を求めなさいというですね。はい。まあ、あの、一時関係式はすぐわかるんですけど、まあ一応これをやってみてください。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。え、まあ、このベクトル4つをですね、一応 V2V2V3V4 と名前を付けておきますけれども、関係式を求めるためにこのように置いて、えー、この V1V2V3V4 並べた行列を A とすると、この関係式はもちろん A×A×X1X2X3X4 とこうなりますから、この A を非役回談行列に変形して、で、えっと、こうなりますね。 はい。ということで、えっと、これからですね、えっと、V2 イコール2倍の V1 であるということと、V4 が V1 と V3 の和であるということがわかります。つまり、V2 と V4 は除去できるということになるんですね。で、V1 と V3 はもちろんこれ一時独立ですね。この飛躍階段にしたときも100と010になってますから、これは一時独立ということになります。従って、この規定と,規定として v 1、V1、V3 が取れて次元は2であるということですね。 はい。あの、ちょっと途中端折りましたけども、この、まあ、解のパラメータ表示で言うと、-2100 と -10-11 と。はい。ということで、えっと、これはまあ、それぞれ、あのー、まあ、もちろん、-2100 と -10-11 っていう、まあ、あの、二つの、この ax イコール0の解のパラメータ表示から得られるわけですね。はい。まあ、あの、解のパラメータ表示、先ほども解空間のところに出てきましたけども、あの場合は、その、 解のパラメータ表示に出てくる、このベクトルですね。これを並べた、これが、まあ、規定になったわけですけども、今回の場合は、これはあくまでも、この生成するベクトルたちの関係を表す、まあ、代表選手ですね。この二つ、この四つのベクトルたちには、こういう関係を、まあ、あの、一応、えっと、まあ、独立な関係とする、まあ、二つの関係があって、それによって、まあ、お互い一時関係があるので、まあ、こういう状況ができると。 V2、V4 と V1、V4 を除去できると、こういうことになっているわけなので、えっと、あの、開空間の場合と混同しないようにしてください。で、V1、V3 が従った V の規定ですので、二次元ということになります。で、この場合ですね、えっと、もちろん、あの、V1 を取らずに V2 を取ってもいいわけですね。V2 と、えっと、V2、V2 と V3 を取っても構いません。まあ、ああの、 えっと、ちなみに、ただしですね、この規定として時々ある間違いなんですけども、飛躍階段行列にしてこうなった時に、規定として100と010が取れると、まあこういうふうに書いてしましょうといいんですけども、これ変形しちゃうとですね、これはあの、空間が変わっちゃいます。あの、えっと、基本変形っていうのはこの行列を B とすると、B イコール PA という形なので、これは A の列ベクトルが生成する空間に、 この P の定まる一時変換ですね。これを施した空間が、この B で生 B の列ベクトルで生成される空間になりますので、こっちの方の列ベクトルを選んで書いちゃうと、これは間違いになります。空間が変わってしまいますので、ね、すこれは、この B は規定の B ですね。えっ、ー、と、これ行列、まあ、C にします はい。ということで、えっと、あのー、その点をちょっと注意してください。ですから、回空間の場合と混同しないこと、それから基本変形した行き先の列ベクトルというのは、えー、元の行列、元の列ベクトルで、ベクトルで生成される空間に、その基本変形によって生じる一時変換を施した、あちょっとこう、歪んだ空間、行き先、あの、変わった空間ですね。歪んだというか、まあ、なんか、あの、この111を、 一0 0にシャキーンとこう補正してですね、零一一を0零0一零に補正して得られる空間に持っていくと、これが、まあ、その、要するに、xy 平面のところにペタペタとこう貼り付いてくると、まあ、そういうふうな感じ、イメージですね。になっているので、その、変換してしまった先の空間の規定を求めてはいけないので、元の空間の規定としては、111と0一1という二つのベクトルで生成される空間ということになります。 ということで、えっと、それからですね、この、まあ、だからこの飛躍階段行列はあくまでもこの V1、V2、V3、V4 の間の関係を見るのに非常に好都合であると。つまりこの関係、この110という情報は、えっと、こういうふうにしてですね、あの、一時関係式をこう、これ、イコール0を解いて得てもいいんですけども、そのステップを、あの、踏まずにですね、まあ、直ちに、要するにこの、 4列目は1列目と3列目を足したものであるという情報はこちらについても同じことなので、実際これとこれ足すとこれになってますよね。なっているということなので、この、まあ、飛躍階段行列の情報を見てやればという話がありますけども、飛躍階段行列の形から関係式が直ちに得られるというのはそういう意味ですね。ですから飛躍階段行列をまあ見て、こういう一時関係式を求めて、そこからこういう関係式を出すというのは、まあ、えっと、演習書などにも書いている方法なんですけれども、 ま、ひやかい行列の形を見ると、直ちにこれはわかりますよ、ということになります。いいですね。えっ、ー、と、それはま、要するに A という行列 AX イコール0と PAX イコール0というのがこう必要十分条件なので、A の列ベクトルは、これはこの関係式っていうのは要するに A の列ベクトルに間に成り立つ一時関係式がどういうものがありますかという情報と、PAX イコール0、PA の列ベクトルに関する一時関係式の情報が同値なので、 要するに、こちら側で見てやるや。で、こちら側は、これ、あの、見たら瞬間に、どういう関係式があるかわかるので、元のベクトルの間たちの関係もわかると。こういうことになっています。はい。それではもう一つやっておきましょう。えっと、P3、今度は多項式ですね。多項式の場合も、まあ、あの、同じようなことをやるわけですけども、多項式の場合に V1、V2、V3、V4 をこのように取ったというときに、これで生成される規定と次元を求めなさい。ということで、これをちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説をしていきましょう。はい。えっと、この C1V1、C2V2、C3V4、C3V3 たす C4V4 と、イコール0の関係式を作ってですね。そうすると、まあ、あの、係数、えー、定数項、X の1時の項、2時の項、3次の項、4つからですね、得られる方程式の連立一方程式の係数行列を A とすればいいわけですね。そうすると、まあ、先ほどの数ベクトルの場合とほとんどの話は同じで、まあ、A はこういう形になるわけですけれども、 これを基本変形すると、このような飛躍階段行列が得られます。ということになります。で、従ってですね、この、こっからですね、えっと、どういう情報がわかるかというと、まあ、まあ、この、えっと、3列目、1列目、2倍とかわかるわけですけども、これ、ちょうど、1101っていうのは、この1101ですね。101-1と、こういうふうになっていますので、数ベクトルとはちょっと違うんですけれども、数ベクトルのように考えると、こういうふうに、 なります。まあ、数ベクトルと、まあ、ほとんど対応つけて考え付ける方法もありますけども、ここでちょっとまあ、え、とりあえずこういうふうになって、えっと、まあ、ここはま、素直に、え、一時関係式、ここから得られる関係式を求めると、マイナス2010ですね。これが得られるということですから、これはつまり、えっと、V3 が2倍の V1 だと言ってるわけですね。まあ、実際これ見てみると、これ、これ2倍になってますよね。で、この関係式から V4 が、えっと、V1 マイナス V2 だと。 これが V1 から V の引いたものになっていますね。X たす X3 乗からこれ引いたものはこれになっていますと。ということを表していますので、ということで、この2つの関係式からこういうふうに関係式が成り立つので、で、さらに V1 と V2 は一時独立ですということなので、これは規定ですということで、次元は二次元ということがわかります。 はい。まあ、まとめるとですね、生成する部分空間の場合の規定と次元は、あ一時関係式を解いて、係数行列を飛躍階段行列に変形して、パラメータ表示を使って、この関係式の代表選手、稽古を求めて、この代表選手から V1 から VM にある稽古の関係式を、まあ、あの、導き出して、要するに稽古関係式がありますから、その関係式によって稽古のベクトルがい、まあ、らないということがわかるので、除去できるわけですね。 そして、規定が得られると。いうことで。で、まあ、実際にこのステップ2、3は、あの、割と、えー、この部分のステップはですね、もう基本変形した、この、比較階段行列の R の情報でですね、だいたいほぼすぐ分かると。はい。ということで、えっ、ー、と、次元の方は、D コール M-K ということで、えー、M 個から、K 個、1、まあ、個リレーション関係があるごとに、えー、あの、次元が下がっていくわけですね。で、K 個の、まあ、パラメータ表示の,この、 があると、これ m-k っていうのは、ま、これは、あの、要するに係数行列のランクになっていますね。ランクになっていますと。ですから、飛躍階段行列にしたときに、例えば、ま、こういう形になっていたとすると、こういう形になっていたとすると、ま、これランク2で、ここの部分にう対応するものが、規定になって次元は二次元であると。これは、この二次元っていうのは、係数行列のランクだと。こういうことですね。はい。 で、ま、あの、公式ではなく、方法論として理解するようにしてください。そうしないと、え、開空間の、え、規定と次元と混乱することになると思います。最後に、まあ、例題を、最後もう一回やっておきましょう。えっと、これまとめですね。えー、RN のベクトル、8つのベクトルがあって、このベクトルの間に、えー、ある関係式を整理すると、まあ、こういうふうになりましたと。 ああうん、A というのをですね並べた行列 A というのを V1 から V8 を並べた行列としてこれを基本変形するとこういう風うになりましたとそうするとこの V1 から V8 の規定を V1 から V8 から選ぶ方法で列挙しなさいとどういう規定の選び方がありますかということですねはいそれではちょっと考えてみてください はい。それでは解説していきましょう。一時間形式を求めてもいいですけれども、この、飛躍階段行列の形からですね、V1 から V8 の関係を直ちに見ていきましょう。そうしないとややこしいですね。えっと、これからですね、V2 が、V2 がですね、えっと、この、これですね、これから V2 が2倍の V1 であることはわかりますし、V4 が1倍の V1 たす2倍の V3 であるということがわかります。ね、こことここの和になってますね。で、えっと、V、 7、えっと、こあと、まあまあ、これ全部書いてませんけども、えー、この、例えばこの V1、2、3、5が、V5 がマイナス1倍の V1 であるとか、で、V6 は、まあ、V1、V3、V6 は1独立であるとか、V8 も1独立ですね。合わせても1独立で。で、V7 が、マイナス1倍の V1 たす3倍の V3 たす1倍の V6 だということもわかりますね。 という関係式がわかります。それで、えつまり、えーまあ、V1 と V3 と V6 と V8 というのが規定として取れますけれども、他にもですね、例えば、もちろん V1 の代わりに V2 を取ってもいいし、えー、取って、えー、V3 の代わりに V4 を取ってもいいですね。V2 と V4、えー、があるとですね、V2 の半分を V3 から引くと、 ここ、これと V3 と同じものが出てきますから、の2倍が出てきますから、V2 と V4 を例えば選ぶということもできます。はい。ですから、選ぶ方法はいっぱいあるわけですけども、もちろん自然なのは、自然なのは V1、V3、V6、V8 を取るというのは自然ですね。わざわざこういうのを取る理由はないんですけども、まあ、規定として取れるのはどれですかという問題になります。はい。 まあちょっとパズルチックな問題ですけれども、ちょっと考えてみてください。はい。で、えっと、この場合ですね、一番最後の V8 だけですね、他の、この V1 から V9、どれを使っても、ね、絶対これ作れるわけがないので、後ろにもないので、ね、これないので、はい。ということで、V8 は外せません、ということになります。で、えっと、このベクトルも、この、これとこれに地位結合をかけるんですけど、これの成分は出てきてませんので、こいつは、この、えっと、V3 の代わりに、V5、V3 の代わりに、 使うことはできません。ということですね。はい。というようなことがわかりますと。まあ、いずれにしろ、えっと、この、要するに、こっちの飛躍階段の方で言うとこ、e、ころの E1、E2、E3、E4 が、まあ、あの、こう、一時結合で出せるような組み合わせであればよろしいということになります。ということで、まあ、生成される部分空間と回復空間のこえ規定の混乱は非常に多いですね。例年多い。必ず、えっと、 えー、まあ、100回ぐらい言っても、えっと、まあ5、5%ぐらいの人は間違う、気、うん、ましげ、ね、に間違うポイントなので、まあ、あの、しっかりと、違いを理解して、えー、おいてください。あのー、どういう間違いが多いかというと、例えば、飛躍階段行列に変形してから、この一位置関係式を求めるために、これをですね、解いてパラメータ表示を求めて、そのパラメータ表示を求めたところで、ここからこういう関係式を出さなきゃいけないのに、これを規定にしてしまうという間違いがですね、 多いんですね。はい。で、ですから自分が何をやってるかということを常に意識しておかないと、そういう間違いが、まあ、起きますよと。はい。まあ、実際これも必ず、えっと、本当に、あの、何回言っても、まあ、あの、ちょっと、まあ、この説明を聞いてないと終わりなんですけど、まあ、聞いてても、まあ、やってしまうっていう人が、やっちゃったっていう人が結構いますので、まあ、注意してください。